<laughs> わらわらと何なん,なんだあいつらどこに逃げ込んでもちっとも振り切れね他の仲間も全員やられちまったロボットみてえに無表情で容赦なく取り囲みやがってあれがメンタルアウト学園都市第5位の力なのかくそこんなはずじゃやっと見つけたわもう逃げられないんだぞ <laughs> 第5位私の駒に手を挙げたことそして私の縄張りを土足で踏み荒らしてくれたこと何より私に敵対したことを一生かけて後悔しなさいさあこのリモコンを使って楽にしてあげるわあなたにはどんな素敵な命令をしようかしらさ <laughs> せさすがち落としやる 拳銃銃弾でリモコンが弾き飛ばされた <laughs> 知ってるぜお前の能力はそのリモコンがないと使えないんだってな油断しちゃったわでもそれをどうにかしたくらいで勝った気にならないでくれるおっと何かしようったって無駄だぜお前が動くよりこっちが引き金を引く方が早いんだからな これで形勢逆転。<laughs> いや、お前は終わりだ。職宝三咲さんよまずい、やられるこんなところで、女の子に何してやがる、てめええこの声は、まさか…な、誰だお前はうるせえ歯、はあ、食いしばれ、最低野郎がおべや 今日はあと少しだってのいや<笑><笑>気絶してくれたみたいだな銃声が聞こえて慌ててきたけど間に合ってよかったあとでアンチスキルに連絡してこいつは任せるとして <laughs> おいそこの前大丈夫か怪我はしてないかあありがとう上条さん うん怪我はないわ大丈夫よお前夜遅くに女の子一人で何してたんだしかも銃なんか突きつけられてあと少し遅かったらただじゃ済まなかったぞそれはどうしようかしら私の問題に巻き込みたくないしここは取り繕うのが正解よね実は道に迷っちゃったのよ そしたらその人に銃を向けられてお金を出すように言われたのそうだったのか本当に最低だなこいつそうとは知らずに勝手なこと言って悪かったないいえあなたが来てくれて助かったわまあ偶然だったんだけどなつかよく見たらその制服ってことは時話題ダの生徒かええそうよやっぱりそうか なら寮の場所は知ってるし夜も遅いから送ってやるよほんと、都合よく現れてくれて何から何まで王子様みたいよねん何か言ったかこっちの話よ送ってくれるっていうならお言葉に甘えようかしらおおい送っては行くけど腕に抱きつく必要はないだろうつうか いろいろ当たりそうでちょっと困惑してるんですけど怖い思いをしたのよちょっと体を押し付けるくらいいいでしょう。ま、まあ俺はいいんだけどさそういえばお前、名前は私は職宝みさきよ初めまして、かみさんあれ、なんで俺の名前知ってるんだ俺名乗ってないよな 私、さんのの友達なのよ。それでいろいろ聞いててねへえミサカの友達ね一体どんな話をしてるんだかね <laughs> それは秘密よさあ私をエスコートしてくれるかしら変な噂とか流されてないといいけどまあいいかそんじゃお嬢様を送り届けさせてもらいますよ わざわざ送ってくれてありがとう嬉しいわ上条さん次からは出歩くなら明るいうちにした方がいいぞまた危ない目に遭うかもしれないからなえ気をつけるわそれじゃあ俺も帰るからさじゃあなえっと確か名前はその話はまたいつかにしましょう <laughs> じゃあね 上条さん <laughs> 寮に戻ってくるまでの帰り道楽しかったわお戻りになられましたか女王女王が立ち去った後に不届き者は確保いたしましたあらご苦労様。後で処理しようと思っていたから助かるわ他のメンバーは女王のご指示通り処理しました 女王に敵対したたスキルアウトは排除できたかとさすがは女王ですいつも通り見事な手腕でした当たり前でしょこれで怪我をしたあの子にもいい報告ができそうねそれじゃ今日はもう疲れたしお風呂に入ってゆっくり寝るとするわかしこまりましたところで女王ご機嫌のようですが帰り道で何かございましたか そう見える <laughs> ご機嫌の理由ね。それは…秘密。